はい、こんばんは。こんばんは。今日はスペシャルゲストがいます。スペシャルゲストがいます。みんな大喜びするやろうね。ね。ですね。出てくれました。無理にお願いして。確かに。キャプテン1名は再び誕生です。よろしくお願いします。前はもうスターやけんね。チャンネル倍増したけんね。チャンネルが倍増したんでしょ。何人から何人になったんですか。270人から500人になった。すげえ。スターや。倍増だ。おかげさまでね、本当ありがとうございます。で、今回も安野先輩のお借りします。すみません、お借りします。ありがとうございます。はい、ありがたいね。まあ白浜リベンジの前夜祭ですね。前夜祭。ちょっと斬新な。何を仕切ってるんですか、500人に。仕切らせて。ちょっと天狗にならせて。500人よ。行きますか、500人の。500人すごいよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何するんだっけ？アジング。ボートアージング。イエーイ。行こうと思います。ヒラメが釣れるって聞いたんですけど、ワンチャン。ヒラメ釣れたらもう1000人は固い。ヒラメ釣れたらチャンネル登録をお願いしましょう。じゃ視聴者さんと約束ね。お願いしますよ。お願いしますよ。ヒラメが一匹でも釣れたら登録してくれと。釣れんかったら登録解除。はいね。そっちの方が高いやん。さあご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。あ、安さん紹介しなくていいんですか。そう本当よ。紹介。あ、スゴです。スゴさん紹介。幼なじみ。オナチューで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アジングのスペシャリストなんでしょ。そう。行ってきます。ありがとうございます。いつも。ジャンプ。キャプテンヤス。真っ暗。夜のこの船は初めて。うわ。確かに怖いよね。前した時は胸くんなんでしたか。なんも見えんよ。怖いね。なんも見えん。しかも撮影のためのライトで余計見える。こうやったら。あ、でも映る。ちょっと映る。映る？うん。このライトで映る。こっから5分のとこですよね。5分ぐらい。そんなに遠くないから。オッケー。ちょっと安定運転で行きます。ライト目指してくれたらいい。安い。エンジン切っていい？エンジンここに味が寄ってくるんですか。なんか光当てるんでしょ。そう今から準備します。うわ、なんこれ、安くん。準備して。安くん。ちょっと待ってね。一宮さんのお友達がアンカーを落としてくれて、こうやってアンカーが落ちたけ動かないってことですよね。あと潮の流れで。ああ、なるほど。調整しつつ、そして。ヤスがちょっとちょっとそっち側行ってよか。ヤスがシュッとば見た狭いけんね。まあヤスが今電気を沈めてます。ヤスそれもう深くまで落とす。目の前でこれ。おお、すごい。めっちゃ明るいみたいね。本当やね。これこうやったらこんな感じで明かりを集めてくれてます。でこれに寄ってくると。ヤスくんのオーラで。ヤスやるやん。こればかりのね。ヤス、これはどうやって釣るんですか。もう結構沈める。そこに沈めてやる釣りなんやけど。10mも沈めるの。そう。後でこちゃん道具作ってあげて。あ、そんな専門の道具があるんだ。アジングじゃないんだ。アジングなんやけど。待ってね、でもちゃんと聞いてくれんの。アジングなんやけど。準備できました。ちょっと仕掛けの解説今日なしで。普通の仕掛けに大きい重りをつけるってことですよね。途中に重りは挟む感じだ。通す感じ。枝もう一本リーダー準備して枝をつけます。あれか。わからん。いやさ、味神様に俺習ってよ。なんけフロートかなんかつける仕掛けみたいな感じですよね。でそのフロートのつけるところに重りを。三つ股キャロ的な感じかな。そうです。はい、そうね。はい、その豆味を見しちゃって。ここい島でもよう釣ったもんね、豆アジを。これああパッケージがないとか、うん、そう本当に針がかり専用な時に豆味用の針がちっちゃいやつしたら結構食ってきます。ジャッカル三元の何ですかこれ言えんとちょっとこれは小野さん怒るよ。え何豆味用のなんていうなマイクロヘッドくー仕事ができるもう一回言ってください。味豆マイクロヘッド仕事ができるやつ、はい、にして俺にも仕掛けまあ普通にアジングのワームをつけたってことよね。はい、ここからは師匠がやってくれます。一回ね。初対面の人にすらやらせようでしょう、もしかして。この船に乗ってよくやりますね。なるほどね。ああ、徳ちゃんもう頼んだ。早さー。結ばせよう。はい、投げました。じゃあ徳ちゃん取材しようかね。落としました。真下に落として。あ、そうね。あ、まあここでいいです。こんな感じで青くバチを集めてます。キムパリピーバチ抜けパリピみたいになってるよ。これライトなしでよこれほらでもチラン万太郎ね。おすげえバチがいっぱいおるね。ほんとこれバチやないとこれゴミね。いやバチもいますね。ちっちゃいのちっちゃいこれがバチらしいです。餌となる、はい、そこにつきました。そこにつきました。そしたらライン張っていただいてで、まあ待つなりゆっくり上下するなり。新しい釣り楽しいよね。いや初めてマジかね。初めての釣りって得てして楽しいもんね。楽しいこれ。当たらなかったらごと巻きでレンジ変えてもいいですよと。ちょっとプロやってくださいよ。プロ見してください。釣ったシーンをプロ。いやでも大体200人ぐらいしか増えることないけどさ。1000人単位で増えるけどね。もうちょっと宣伝が必要だったんじゃないですか。もう一回頼んでみましょう。まるまる宮のなんでつっチャンネル登録よろしくお願いします。もう一回チャンネル名まるまる宮のなんでつっチャンネル。ほらもうかぶってわからんやった。もう一回まるまる宮のなんでつっチャンネルぜひ登録。最後がわからんなんでつっチャンネルって言うかや。いや最初ねだって釣り岡さんが俺のこと血の宮やら何やら二宮やとか二宮三宮って言いよったけまるまる宮そこまではいいっす。最後がようわからず南電つチャンネル南電つチャンネルほらこれでいっぱい宣伝できたでおおマジいいね。この沈黙を破るのは私だという人はぜひ名乗り上げてください。これかなうわ当たったね今。ああ惜しいこれかなツンツンやった。マジでどこってよ聞きましょうよ。おナイスついに来ました。乗ってる乗ってる。タバコ休憩してたらやっぱり当たってた。タバコ休憩釣れちゃうんですよね。すいませんね。すごさあのタバコは受け取ってやってくれ。あもう釣ってるまだ釣ってる。すいませんねすいませんね申し訳ないです。来たでーほら来たね。あらあこれ泳がせサイズじゃないの。つっチャンネル準備しよう泳がせしよう。何年つっチャンネルナイス。一応見してください。いい味ですね。ナイス。じゃあこの味をどこにやったらよかですかね。つっチャンネルに渡したらこれにちょっと逃げよう。いやーどうもナイスやったね。いや沈黙を破るにはやっぱタバコに火つけた方がいい。このまま山口チャンネルにパスして。山口チャンネルしてよか、はい、ありがとう。このまま左ですけど。あよか多いね。アジングは左で全然よかチャンネル。すいません。もうね一宮さんがえらい場所ば特権して。もう船のミスでも足びしょびしょや。でもこんな言われるってもう一宮さんものすごい。ナイス。ナイス。これも同じサイズぐらいじゃないですか。先生も嬉しそうですね。ナイス。40ぐらいない？いやー50、60メーターあったよなかった。メーターね。この深さが。ナイス。はい釣れました。アジ。ナイス。すごさになりました。ナイス。これどう思いますこれ。すごさ。本当すいませんね。もうこういう奴らなんで。おい。ナイス。ナイス。徳ちゃんまだ釣れんと。ああ。あ、まだ釣れ一発やったばいい感じじゃん、体が。ということは、あ、もう酒飲んでね、お酒もあってね、ハイボールハイになっとビールとデカハイボールとレモンサワーも今いいなっていいよ。ちょ、一秒さん泊まっていかんすか。いや、帰って隠れて飲む奥さん聞きました、今日隠れて飲むそうです。今日は1月、18かな、18の夜のことを思い出してください。あいつ、おお、ナイス。市村さん、今キムが釣ったことによって使われます、これ自己申告、今日飲むから帰りナイス、おらあら、いいサイズね、ナイス。面白いね、この釣り。こういうガセ使います。はいはい、使いましょう。はい、ナイス。ボガがいるよ。今日はガ、それガ、今日ガ、それガなんすか。これガですよ。全然わからん釣り用語。ちょっと右巻きでやる。あ、いや、よかよしてよかよ。それジャッカルさんげのガーバー見してください。いや、これステッカー貼ってるだけですよ、ガーの。もうジャッカル愛がすごいんだから小野さん、安頑張ってますよ。小野さん、評価してあげてください。おいたで頑張ってます。ビン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 スイッチが一番欲しいらしいです。お願いします。泳がせ頑張ってますよ。泳がせ頑張ってるけん、ビンビンスイッチをぜひ。あれ、先生釣ってないんじゃないですか。釣ってないですね。先生大丈夫ですか。これは意地を見せないと。すぐ釣ります。すぐ釣りますね。して、これで味がおると、あ、本当やな、あれ味っぽいね。味が上まで来だした。あ、一応皆さん、今味を、生きた味を入れます。シャイとさあ、泳がせにも期待しましょうね。え、なんか本当にすげえいろいろいるよ。見えるかな、これ。これバチじゃない。あ、なんか魚おった。なんかシラウオがおるよ。シラウオ。シラウオでしょ。シラスおるよ。シラスすくい、あ、ちょっと、一宮さん、そんな急激に動いたら、危ないって。シラスすくったら食えるやん。ラインがめっちゃこっちに流れてきたよ。あ、これなんじゃない。シラスいっぱいおる。あ、本当だ、すごい。ちょっと見せてもらおう。さっきビューって泳ぎやったけど、味全部味なんだ、すごい。1時間ぐらいしたら調子が良ければこんなに。あ、いやいや、でもほら、シラスがいっぱいおるよね。え、シラスがいっぱいいるよ。食いたいね。これがバチです。こうふよふよふよって泳いでるやつ、これがバチです。皆さん、これがバチ、これが魚たちの餌になるらしいです。こいつが成長したら何になるんですか。バチは大きい、こんな磯目みたいなやつ、まあ、地上でいうムカデみたいなやつになるってことですね。あれが育ったら、こんなのもう泳ぐ。へえ、夏になったらいっぱい。へえ、なんか気持ち悪いですね。おい、ナイス。やるよ。結構上。いや、言うたろ。え？俺もうんうんって言うたら、一言も言うとら真顔でうんうんって言うたらナイスー。おっ、サイズアップじゃないの。サイズアップですかね。え、20ある。これ何センチぐらいですか。22ぐらい。うえー、刺身。ナイスナイス。手袋かっこよかね、徳ちゃん。おらいよ、おいよ、そういうかよね。ポイントさんの高宮さんのね、チェリーボーイなんで。あ、可愛いかね。あ、本当にチェリーったよそれ。ナイス。なんで？一宮さんじゃなくて先生が多分ちょっとあれや、ちょっとエロや。今の反応で分かった。すみません。ナイスナイス。ありがとうございます。です。よーし、みよかんね、おいがちゃちゃちゃのちょいでつっちゃっけ。表層やったです。オーケー、任しとけ。しっかり落としオッケー。キムも酒のことばっか考えるやろ。気持ちいいなと思って気持ち感があったらもう最高やな。最高やね。おお、先生先生、目の前にいっぱいおる。あ、さよりじゃん、これ。目の前に味がいっぱいおる。ナイスナイス。ナイス。今日は厳しかって言った直後やったんですね。先生先生おいす兄、やっと釣れた。8センチぐらいですかね。いや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 2ミリ。おめでとうございます。ありがとうございます。イケメンアンブ。おおい。ナイス。こんなもんです。どんなもんでい。余裕余裕。いじめ屋さんとなんか暴れて取りに行くかなんか。なんか水のピャッピャって。ナイス。はいナイス。でも多分一宮さんさっき。お来た。お。ドンってくるね。はいドンってきますでしょ。グッて持っていかれた。柔らかい竿だと多分相当楽しいです。ああ。竿先がピーって。なるほど。確かに。あでもこれでずれてる可能性もあるってことですね。そうですね。そこはもう。バカ。もう甘い。味大体ずるもん。お。うわあな今のドヤ顔なんか。こうやって。なんか今一瞬ドヤ顔して。うえ。ナイス。お、ナイス。ナイス。目の前のやつってやった。いやいや、もっと。あら、すみません。ナイスです。ほら、来た。お、ナイス。連発。いいっすか。すみません。もうこれでこうしよったら。あら、おお。サビより早いじゃないですか。今度はあと何匹か釣ったら終わります。明日に向けて。そうっすね。寒い。おーナイス。速さ。中層。でかいかもしれんね。でかい。でかい。ちょっとだけ変わらんね。変わらん。じゃ変わらん。変わらん。でかいって言われたのでものすごいブーって膨れて見えた。はいナイス。水族館やばい。あそうそうシラスみたい。シラスいやもうひどかベラよベラよ。いやもうこんなもん100万匹はおるね。まあやらないよりおいい音さして先生。おボトムならいいんじゃない。おめっちゃ引いてるよしなってるよ。えいいんじゃない。おいい方いい方すごいすごい。でかい。キャメラにお願いします。先生。先生。やっぱ先生違うな。でかい。入ってきた。やっぱ先生すごいな。すごい。なんで釣っちゃねる。何センチですか。なんで釣っちゃねる。16ぐらい。5、6？一宮さんとかもこんぐらいの豆味つってドヤ顔。大きい大きいナイス。お、トミちゃんでも表彰。おー、来た。ナイス。表彰のやつやったね。はい。みえちゃんを釣りました。最後はトクちゃんで締めました。ありがとうございます、先生。先生の教えがあったからこそ。いや、表彰やけん。釣れました、逆味。じゃあ、最後、これで終わりです。楽しかったね。楽しい。したことない釣りはやっぱ楽しいね。楽しい。じゃあついでにもう超過発表やな。結構いっぱい釣れた。泳がせにも使ったけん何匹か使ったにしても結構釣れてし、あ徳ちゃんの最後のとでかかよ。うんでかめやった。20、23、4とかあるんじゃない。ありがとうございます。ナイス。ということではい終わります。はいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰って酒飲もう。酒飲みましょう。嫁今日飲むよ。ダメ。隠れて飲まない。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。